どうも、恋桜です。めっちゃ寒いです。これ思った以上に気温が下がっとうかもしれません。ちょっとね、震える、ちょっと声が震えとうでしょう。ちょっと寒いですね。ベランダに今出たら格好も格好なんですけど、今日やっぱせっかくね、日曜日なんで、プランター菜園日曜版いきます。もうこれね、剥ぎません。ちょっと今日風もまあまああるんで、早々に切り上げて、ちょっと自分ね、今日出かけたんですけど雨が降ってて、少し体も濡れたんかな。ちょっとね、熱出してしまって腹痛があるんですよね。で、吐き気の方はちょっと止まったんですけど、なんかね、体調があんまり良くなって早々に終わるんですけど、結構ね、大根これいいでしょ。なかなか育ってきて、これね、このまま、これ大根の名前は何やったっけ。株を聖護院株やったんやけど、大根の名前は何やったっけ。ちょっとわかんない。これ結構ね、大きくなってくれると思うんやけど、当初3本やったんですけど、真ん中はね、あるやろ、これの横にもう一個抜いてなかったの実はあって、それをちょっと手前側に持ってきて、真ん中だけ2つ育てます。計4本ですね。で、うまく育ってくれればと思ってます。で、すぐ下に持ってきてる株、これ聖護院株やけど、なんかね、こっから大きさが全然変わってないんやけど、日照不足とかあるんかな。昨日も曇っとったし、でもね、こんぐらい芽が出てからもう 4,5 日になるんやけど、こんなもんがなんかな。それと、あとこないだこれね、ここに種を植えてます。これも小中株、小株、小株、中株っていうんかな、そんぐらいサイズのやつで、まだ芽が出てこないな。もうちょっと水やっとかないといけない。いや、でもそんなに乾いてないんですよね。濡れてるっていうほどでもないんやけど、これもちょっと芽が出るの寒い。これ15度ないな多分。で、あとね、この間小株中株サイズとチンゲンサイを植えたやつ、寒いチンゲンサイを植えたやつを、寒い、芽が出ました。日光にね、ちゃんと当たるような時期やったんで、で、ちょっともうこれでやめます。すいません、寒い。